こんにちは、中村です。今日は RFW のサンダルをご紹介したいと思います。昨日店長もVlog で履いてたと思うんですけれども、もう気になってた方は本当お待たせいたしましたという感じで、こちらのネイビーのサンダルはですね、2019年の春夏から販売しておりまして、一番の特徴がこちらのアッパー部分の3本のこちらですね、ストラップがポイントになっています。こちらのストラップは全てマジックテープになってまして、全て微調整ができるので、本当高高な方とか足がこう薄い方とかでも、いろいろ自分の足の形によって調整ができるようなサンダルになっております。そしてこちらがサイドが、こちらがちょっとツルツルとしたレザーで、こちらのサイドの部分がスウェード素材のレザーになっております。そしてこちらのサンダル、なんとここの部分に別にレザーのアクセサリーをこういう感じでつけることができるので、アレンジが楽しんでいただけます。お色がこちら4色ご用意ございまして、ここのストラップの部分に通していただくだけで、ここのアッパーの部分をすごく足がこう守ってくれるようなサンダルになるので、オールシーズンこちらのアクセサリーをつけることによってお楽しみいただけるようになってます。あとここのステッチがまた可愛いんですよ、ソールの部分に。それではもう一足履いてきますね。RFW のサンダルは全てビブラム社のソールになってまして、イタリアのビブラム社が製造しているソールになるんですけれども、こちらゴム製になってまして、登山靴ですとかワークブーツ、スニーカーなどにも使われているソールになるので、雨の日とかでも本当に滑りづらく歩きやすいソールになってます。履き替えてきました。こちらは今季の新しいデザインになりまして、こちらの甲を覆うデザインと、こちらのセンターシームでこう縫い合わせてあるのが一番のこちら特徴になります。スウェード素材 でこちらも こちらの部分がマジックテープになっているので、調節して履いていただけます。あとこちらもやはりコアの部分がすごく柔らかいスウェード素材になるので、履き心地がちょっとすごいだいぶ楽になっておりますね。でこちらのデザインはもう本当に全体を覆うデザインになっておりますので、本当に1年間通してオールシーズンお使いいただける靴になっております。こちらもそして同じくステッチが、やはりでも革なので履いてくるとどんどん自分の足の形に馴染んできて、今日は小林さんがちょうど履いてきてるんですけれども、だいぶ足の形に馴染んできていい味になってます。こんな感じでね、履いていただくと自分だけの足の形になったこうスペシャルな一足になっていただくと思います